イギリス連邦占領軍、イギリス連邦占領軍、イギリス連邦占領軍、ブリティッシュコモンウェルスオキュペーションフォース、ブコフは、第二次世界大戦後の1946年から1952年まで、第二次世界大戦における日本の敗戦に伴い、日本を占領するために駐留したイギリス軍、オーストラリア軍、ニュージーランド軍、イギリス領インド軍からなる。 イギリス連邦の占領軍を指す。イギリスは戦勝国となったものの、ビルマやマルエ半島、香港など、東南アジア一帯の植民地を日本軍の占領下に置かれた上に、本土もドイツ空軍の空襲などのために荒廃したため、1945年8月より、少数のイギリス軍及びオーストラリア軍部隊を東京と横須賀に駐屯させたものの、すぐに、 日本占領のためのまとまった部隊を送ることができなかった。しかし、連合国軍間の取り決めにより、イギリスが連合国軍最高司令官総司令部のもとで、連合国軍の一員として、中国地方及び四国地方の占領任務を行うことが決まったため、クレメント・アトリー首相は、イギリス連邦構成国のオーストラリア軍やニュージーランド軍、 イギリス領インド帝国に駐留するイギリス軍を中心にイギリス連邦占領軍を組織し終戦から約半年後の1946年2月に日本進駐を開始させ、直ちに中国地方及び四国地方の占領任務を1945年9月より同地に進駐していたアメリカ軍から引き継いだ。最も多い時には兵力は約4万名に達した。 これは当時日本各地に駐留していたイギリス軍やアメリカ軍、ソビエト連邦軍やフランス軍などから構成された連合国の占領軍としては2番目に大きい、兵数で連合国の占領軍として最大の陣容であったアメリカ占領軍の兵力の25%に相当する。司令部はクレッシの旧クレチンジュフ司令長官官舎、原流戦産記念館に置かれ、空軍部隊は 岩国市などに駐屯地を設けた。他にも武器補給部隊などが原爆投下による被害がなかった秋群海田町の旧大本帝国陸軍被服市長海田市倉庫、現海田市駐屯地に置かれた。また、連合国軍最高司令官総司令部が置かれていた東京や横須賀、戦前より日本の主要な貿易港として P&O や香港上海銀行など多くの イギリス企業の支店が置かれていた神戸市にも相当数の部が中屯した。同地方の日本の陸海軍の武装解除や廃棄兵器の処分、闇市の取締りや朝鮮人の不法入国取締りなどの治安維持にあたり民間行政はアメリカ軍が担当した。イギリス連邦占領軍は1946年末までに初期の任務としていた。 日本の陸海軍の武装解除をほぼ終了し、その後は蒸気のように占領担当地域内の治安維持が主な任務となったが、同時に日本の警察機構の再建も速やかに行われたために不必要になった部隊を帰国させた。イギリス陸軍及び独立闘争が激化していたイギリス領インド陸軍は1947年に帰国し、1948年には ニュージーランド陸軍が帰国するなどその規模は大幅に縮小された。しかし1950年6月25日に朝鮮戦争が勃発した。この時にはイギリス軍の陸軍及び海軍部隊が日本に戻り、日本国内のイギリス連邦占領軍の基地が朝鮮半島で国連軍の一国として参戦したイギリス国軍の後方基地となっている。1952年に 日本国との平和条約が締結されると、日本の占領任務は終了し、1955年に解散した。日本の占領任務は終了したものの、朝鮮戦争が継続中であったために、日本におけるイギリス連邦占領軍は、国連軍の一員として、ブリティッシュ・コモンウェルス・フォーセス・コリア、b c f k に改編され、 日本との協定のもとで引き続き1956年まで日本に駐留した。当時の在局党イギリス軍は終戦時まで日本に占領されていたアジアにおけるイギリス最大の植民地であるマレー半島、海峡植民地のシンガポールを含むや香港、終戦直前まで日本軍に占領されていたビルマなどの主権回復とインドを含む 東方植民地の独立運動の抑制に多数の兵力を回さねばいけない上にドイツ空軍の猛爆にさらされたイギリス本土もあれ疲弊していたこともあり遠方にある日本への大量の出兵はままならずその結果イギリス連邦占領軍の主力は日本の近くに位置するオーストラリア軍となった陸軍と海軍及び空軍部隊が進駐した 陸軍はオーストラリア第34不評旅団を主力として広島県内の各所に駐屯しニュージーランド軍やイギリス領インド軍も多くを占めた。海軍は1945年以降に他の連合国軍艦艇と共に日本近海で作戦行動を行っていたイギリス軍とオーストラリア軍がその多くを占めることになった。また戦後シンガポールに戻った。 東洋艦隊の一部がクレに置かれ、HMS トライアンフや、などの空母や、駆逐艦、軽巡洋艦などがクレから朝鮮戦争に出撃している。空軍は、岩国基地に、オーストラリア空軍のスーパーマリンスピットファイアや、ノースアメリカン海 -51D などの戦闘機や、タグラス C-47 輸送機が配備されたほか、イギリス空軍の最新鋭のジェット戦闘機である。 グロスターミーティアも配備されていた。これらの多くが朝鮮戦争時には金庫基地などに展開されている。連合国軍間の兵隊及び連絡業務の拡充を目的に連合軍専用列車のアライドリミテッドとデキシーリミテッドが1946年3月25日よりそれまでの山陽本線経由からクレセン経由に 三原駅カイタ駅間の運行経路を改めて運行を開始した。さらにその後七月六日より東京駅クレー駅間にイギリス連邦占領軍専用の休暇列車としてブコフトレーンが運行された。その後新中規模の拡大に合わせて九百四十七年二月三日より京都駅クレー駅間に同年五月二十五日より伊東駅クレー駅間11月3日より クレ別府駅にもブコフトレーンが運行された。しかし1948年以降は新中規模の縮小や鉄道輸送の回復を受けて運行規模が縮小され1950年10月1日までに全て廃止された。これ以降は通常の列車にイギリス連邦占領軍専用の客車を連結する形にされた。 1947年12月18日に、カンタス航空が、ダグラス C-54 でシドニーからダーウィンとマニラを経由して、山口県豊富市に、1948年3月19日には、英国海外航空が、ショートサンドリンガムプリマス飛行艇で、イギリスの南海岸のプールと香港を結ぶ路線を延長し、岩国基地に、イギリス連邦占領軍への兵舘及び、 連絡業務を目的に定期乗り入れを開始した。なお、英国海外航空が岩国基地を最初の定期乗り入れ地にした理由の一つに、定期乗り入れ開始に先立つ1946年3月に、イギリス連邦占領軍のセシル・バウチャー少将が、英国海外航空機の東京国際空港沖への乗り入れを連合国軍最高司令部のダグラス・マッカーサー最高司令官に求めたが、 拒否されたという背景があった。この理由については定かではないが、その後東京国際空港への乗り入れが許可されている。英国海外航空とカンタス航空の乗り入れ便は、日本の占領が集結した後はそのまま民間便に移行され、現在も乗り入れを継続している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。